じゃあ人の大きさがあるんで、化け物かもしれない。コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ずっと立て続けですけれどもね、GEM シリーズから、こちら、はい、日村健信、はい、前回ね、サイトをはじめ紹介させていただきましたけれども、それに続いての健信ということでね、本当はね、獅子王誠を先にね、買ってこう買ってね紹介しようかなと思ったんですけどね、結構手頃な値段で、買いましたので、こちらの方開封したいと思います。ちなみにね、こちらは、カラーがね数バージョンありまして、通常のね、あの赤い、なんていうんですかね着物、そっちの方が通常版で、こっちは流通限定版っていうね青い、着物のバージョンですね。はい、ということでね、早速ですけれども、まあね、外観はこういう感じでね、はい、で頭部は、2つ付属しますね。はい、まあ抜刀斎モードと、通常の日村健信バージョン、そうですね、検診バージョンのショートカット、しかもショートカットだね、はい、ということでね、ではね、早速開けてみたいと思います。いくぞ。シャリンガン。はい、ということでね、開封し終わりました。はい、こちらですね。いやーかっこいい。いや剣心も超かっこいい。これはもう抜刀斎の方かな。うん、人斬りの方かな。いやーいいですね。このね髪の躍動感もあってとてもいいと思う。あら、いいと思いますよ。まあ、ただねこう刀がねちょっとねスカスカでちょっと落ちやすいんでねあれですけど、あ逆だこうだな。はい、袴の下は何だろう。あこれはちょっとということでね、ちょっとね、ここのね、頭パーツをねちょっと変えたいと思います。はいはい、ということでね、こちらがね、優しい目つきのね、剣心って感じのね、顔パーツになりますね。髪型がね、こうね前にもこう垂れてきて、まあ、髪の毛が伸びてる感じですね。はい、うん、まあねさっきの頭部が、こちらになりますんでね、はい、やっぱ全然違いますね。うん、こっちはもうほんと鋭い目つきで、こっちは優しい雰囲気。うん、まあね好みですよね、ほとんどね。まあ女性としてはねこっちの方がいいんじゃないですかね。うん、優しい剣心の方がね。ということでね、あら髪の毛ちょっとショートヘアスタイルもうちょっと見てみましょう。はい、ということでね、こちらはもうすごいさっぱりとしたね、剣心の顔になってますね。いやめっめっちゃさっぱりしてる。さっきの髪がねないもうカットしちゃってるんでね、ちょっと少年のような感じになってますけどね。これをこれですごいいいですよね。うん、
いや、いいわ。ちょっとね、ちょっとね、鋭い目つきのバージョンもね、ちょっと髪型変えられるんで、そっちも見てみますか。はい、ということで、鋭い目つきのバージョンの、顔もショートカットにしてみました。これはこれでいい。ちょっとね、やんちゃな、子供の剣心って感じ。まあ、これはこれでありだよね。だから髪型のパターンがね、結構いろいろつけれますよね。普通にこちらのね、優しい顔の剣心の髪型に鋭い目つきっていうの合わせ技もできますしね。まあ、ただね、ちょっとね、髪の毛を結ってるね、場所がね、ここの下とこう上で結んでいるのでね、ちょっと一切りと普通の剣心バージョンが分かりますんでね、そこを考えたらやっぱまあ別にね、変えてもいいとは思うんですけどね。原作に習ったらやっぱり変えないで飾った方がいいかなとは思うんですけどね。まあ、とりあえず、じゃあ自分はね、どの顔パターンで飾ろうか、ね、ちょっと試してみます。はい、ということでね、結局は、この抜刀斎モード、人切りの方でね、飾りたいと思います。一応ね、着物がね、赤のやつもあるんで、赤の方はね、あっちは、まあ大体剣心が着てるイメージ色だからね、優しい方のね。だからそっちが手に入ったら、そっちは普通の通常版の顔にします。まあ、こっちはとりあえず人切り抜刀斎の方でね、飾りたいと思いますよ。はい。でね、肝心の、台座ですけれども、こういう感じになってますね。日村謙信、でこれは竜ですかね。竜をかたどってますね。はい。ということで、ちょっとね、台座に、立たせたいと思います。はい、ということでね、こういう感じで、台座付け終わりました。はい。いやー、いいね。剣心もやっぱかっこいいな。もうあのね、優しい頃の剣心より抜刀斎の方、時の方が俺は好きですね。はい。もうめっちゃくちゃ強いっていうね。あの頃の剣心の方が好きかな。いや、いいわ。いや、結構思ったより想像以上にいいね、出来がね。やっぱこのシリーズはね、すごい出来がね、いいと思いますね。このメガハウスの GEM シリーズ。いや、次はね、赤剣心か、獅子王誠と、どちらかを狙ってね、いきたいと思いますけれども、まあ、一番欲しいのは本当獅子王誠なんだけどね、なかなか手に入らない。なので、どうだろうな。前回ね、紹介しました斎藤はじめと、並べてもね、いや、結構いいね、やっぱね。いや、すごいね、この2つは。いや、いい。この構図もいいね。いや、結構ジオラマ的にできますね。これでね、背景別に紙とかね、板とかで、貼り付けてね、背景をね、演出しても面白いと思いますね。はい。ということでね、今回は、この辺で
終わりたいと思います。次回もね、手に入ったら、即ね、動画にアップしたいと思います。ということでチャンネル登録の方もね、してお待ちいただければなと思います。では今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。